日の動画、ちょっとですね、特別編と言いますか、皆様の弾き語りの演奏にめちゃくちゃ役に立つ、ものすごくいいコンテンツになっております。はい。終わり良ければ全て良しという言葉があるようにですね、曲の一番最後のエンディングの時にめちゃくちゃかっこよく輝く、もうほんとね、素敵な、終わり方、5選。お届けしたいと思います。これ終わり方ってやっぱり結構皆さん、油断してはいけませんよ。大体ね、ガズレレだといつも、なんか例えばこういうコード進行で、F から G7、C でテケテケテケテン、ジャカジャン。まあもちろんこれが大定番でございます。これもね、みんなでジャカジャンとかってこれ盛り上がれるんですけど、ちなみにこのジャカジャンっていう終わり方も結構難しいでしょう。やってみると。これ16ビットの手首の応用でね、結構奥が深い。今日はまあそれをやるちょっと前にですね、入れるとかっちょいいフレーズがあるよということでございます。まあなんで、今日は超初心者の方はね、まあ一応これを見てもらっていずれできるようになるといいかなと思うんですけど、まあ初めて見る方はですね、まずウクレレ始めてください。概要欄に楽しくウクレレが始められるガズレレならではのね、ロジックの P、URL を貼っとくんで、ウクレレまずそこを見て動画でどんどん始めてみてください。さあまずね、今日5選ということなんで、さっきのね、ジャカジャカジャカジャン、ジャカジャンっていうのはもう全部やるという前提ですから、説明するときにまず分かりやすいようにこんな感じの終わり方の曲だと仮定してください。 F から G7C じゃがじゃ、まあまあ C で終わるパターンですね。これでちょっと考えてみたいというふうに思います。だから C コードで終わるとき限定ですけどね、まあガズレレではだいたい C コードで終わるんで、まあこれでやってみようと思います。まず1個目です。すごいシンプルですね。いきますよ。せーの、G7、 ここでジャカジャカジャカン、ジャカジャン、これです。かっこいいでしょ。これ簡単です。見てください。 F から G7 いったら最後のところで1弦の3番とか C ですね、3323で止めて5です。1弦だけです。3323 5、見ててくださいね。せーの、最後この5フレットの時に斜めにトロロロロ、これがいいです。ジャカ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 ジャンってやるんです。はい、ちょっともう一回じゃあゆっくり練習しましょう。せーの、いやーこれだけね、ジャカジャン、どうですか、めっちゃ良くないですか。これがまず第一です。ですね、結構簡単。8ビートの茶ができる人、8ビートができる人だったらこれできるはず。1弦だけでできるフレーズ、まずこれ1個目でございました。はい、今日はね5個もあるからですね、どんどん参りましょう。次はですね、どんなフレーズかというと、今度は3連のフレーズ、これがまたかっこいい。ちょっとやりますよ。これはですね、もう即座に取り入れてください。じゃあ、このエンディングだですよというこうに仮定しますよ。せーの、こっからいかにも終わりっぽい。このジャジーな感じ。これはですね、三連のリズムになってちょっとゆっくりになります。もう一回いきますよ。F から G7 の一番最後のところね、エンディングの。F から G7 で一回ここでリセットします。で、CCCC7、F から Fm、G7 で一回止めて1弦の5フレット。のわー。さっきのこの1弦の5フレットは、ドロワン、同じような感じでやるといいと思います。これ三連のリズムですからね。タッ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 、かっこいい。これはね、C7 はいいよね。C7 はコードここですからね。C7F から Fm、Fm、Fm コードね。こう、あるいはこうですね。Fm。Fmのコードはここに出しておきますけど、ちょっと抑えやすいって方が、抑えやすいじゃねえ。抑えづらいっていう方が多いと思いますね。Fm 抑えづらいは難しいという方は、概要欄に Fm のめちゃくちゃわかりやすい解説動画、抑えやすい方法を貼ってますので、ちょっとやってみてください。この弾き方はガズさん結構ね、よくエンディングでは、用います。ちょっともう一回最後にやっておきましょうか。せーの。じゃがじゃが、この、チャっていうのもね、ここ、今、ふと気づいたけど、効果的ですね。C、C7、F、Fm、ここ、ダ、
これはものにしてください。これも3連のリズムなんですけど、その前のね、本編の演奏のリズムとはちょっと関係なくするっていうのがポイントで、今も言ったけど、F から、この F から G7 のところとは切り離す。ここから、でん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 、ゆっくり、でん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 。これ、皆さん、今練習中の曲で取り入れたらですね、うわぁ、かっちょいい。まず、自分がテンション上がりますから。はい、やってみてください。はい、次、三つ目ですね。次はですね、ちょっとシンプルなやつなんですけど、これもね、今登場した F マイナーという、コードが出てきますよと。ちょっとやってみましょうか。F から G7、でん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 。やばかっこよくないですか？ジャカジャン。今の見ました？もう一回いきます。でんでけでん。これ、ガズさんよくやります。はい。まず F から G7 いったら次、ちょっとゆっくりめになって C 行って F マイナー行った後に1弦の2フレット、つまり C メジャー7ですね。2って適当に3フレット、5フレット、7フレット、10フレットで右手はガチャガチャしたまま。ジャガジャン。やばいですよ、これは皆さん。これマスターしたらですね、もう、気持ちがいいよ。じゃあもう一回やってみましょう。本編のリズムはもうちょっと早めにしてから、あえてゆっくり、こんな流れでやってみようと思います。せーの。じゃがじゃが。いや、いいね。この上がってくるときにあんまりガチャガチャ強く弾かないで優しくね。抑揚つけながら。これはかなりおすすめ。ちょっとダメ押しでもう一回いきましょう。せーの。ためてー。ここのね、スピードはね、もうお好みです。じゃあ、これが三つ目の、かっこいいフレーズでございます。じゃあ次、四つ目のフレーズ入っていきましょう。これはですね、ちょっとちょっとね、受け狙いです。いきますよ。じゃあ、いきます。せーの。はい。じゃ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 。これ定番のこう昭和のね、なんかドリフっぽい感じですね。しっぺっぺっぺんぺん、あっ、あん。やりましょう、これ。これ最初は C、全部 C 弾くでもいいし、単音でもいいんですよ。1弦の3フレット、1弦の3、タブ譜を出しましょう。はい、こんな感じ。タブ譜の読み方わかる？これタブ譜って言うんですけど、これ知っとくとすごい便利なんで、読み方わかんないよという方、概要欄にタブ譜の読み方貼っとくんで、ちょっとそこで見てもらって、まあ見ていきましょう。まず1弦の3フレット、あるいは C 全部でいいです。ダッって止めて、次、2弦の3、3、2弦の4、2弦の3、止まって、G7C です。もう一回。せーの。うん。イェーイって感じで、ジャカジャカ。これがいいですね。これは、まあなんかちょっとね、なんていうのかな、受けたい時にいけると思います。なんか一曲終わって、熱唱して、受けますから。こういうのいいですよね。ウクレレ。ちょっとある意味ね、ちょっと可愛らしくてウクレレっぽいっていうのがあります。ただしね、これね、このいきなり単音弾くのちょっと、コードジャッドドドッド、このね、変化するのちょっと難しいかもしれないですよ。まずはゆっくりです。ダン、テン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 、ブン、ダン、ダン、止めて、シーン。楽しくなってきました。演奏していてて、曲の最後が楽しみになるなんていう経験ありますか？エンディングが輝くとすごくいいですから。さあ、いよいよですね、最後の、フレーズということなんですけど、これはですね、かなりかっこいい。かなりブルージーなやつでございます。まあちょっとやってみるんで見といてください。このね、最後のね、今日一番ね、この渋いであろうこのフレーズは、ちょっと2パターン、一応パターンがあるんで、まず1個目、いきますよ。せーの。
ちゃ渋でしょこれ。すごいブルージーでもう大人っぽいキャラじゃん。はい。これはまたさっきのようにちょっとタブ譜を見ていただきましょう。まず最初一回 C でジョンって止めます。その後に、3弦の7フレット。1弦の7フレット。3弦の7フレット。わかる？と、た、と、次。3弦の6フレットと1弦の6フレット行ったり来たり。次。3弦の5フレットと1弦の5フレット行ったり来たり。C です。はい。もう一回ね。C。どうですか？かっこいいでしょ。じゃあもう一回ゆっくりね。せーの。止まるよ。し。し。めちゃ激渋。はい。これがまずね、一個目のパターン。で、もう一個目のパターンは、ちょっとレベルアップするんですけど、ちょっとその前に、今、3弦と1弦を行ったり来たりしたでしょ。だから右手が結構難しいかもね、慣れてないと。ちょっとよく見ていてください。ガズさんの右手を。こんな風に弾きました、今。親指、人差し指、親指、人差し指、親指、親指、人差し指。C ですね。もう一回。渋。はい。じゃあ、次のね、もうちょっとかっこよくてテクニカルなやつ行ってみましょうか。いきますよ。ちょっと微妙な違いがありますからね。聞いてわかるかな？いきます。せーの。わかった？ちゃかちゃん、わかった？この。これ、スライドという技なんです。すん、ぐんてけ、ぐんてけ、ぐんてけ、ジョイン、かっちょいい。これスライドっつうのはね、わかる？この辺からもう3弦の音を出すんですよ。3弦こう。これできる？音をね、結構押さえたまんま、ずらす。結構音出るでしょ。わかった？結構音出るでしょ？こんな感じで遊べるんですけど、ここで、なかなかここね、ここで行き過ぎちゃう感じがするでしょ。そんなことはないですよ。ここに僕は絶対たどり着くと思って、ちょっと通な技ですけどね、これスライドという技でございます。ちょっとね、こう全部でスライドするとね、行き過ぎちゃう可能性があるんで、初心者の人は、まずここ見ていってください。ガズさんの場合ちょっと握ってるフォームなんですけど、こう押してあげる。わかる？ここのだけで移動する。こっちも一緒にやるとガーッと行き過ぎちゃうから、これを支点力点みたいにして、ここを中心にしといて、こう押してやるイメージ。でもいいと思いますよ、最初のうちは。そうするとあんまり行き過ぎないから。ね。わかる？ここが動かないじゃん。ね。さっきのはここも動いてたでしょ。ここを動かすか動かさないかでやっぱだいぶ違いますね。はい。ちょっと初心者の人は一個下からでもいいかも。ドゥルデーデ、ドゥルデーデ、ドゥルデーデでもいいかもしれないよ。じゃあ、これはかっこいいよ。これはかっこいい。ゆっくりでいいんで。まあ、やってみますよ。右手がね、この、親指、人差し指、このタイミングがな、ちょっと練習が必要かもしれないですね。はい。そういうわけで、はい。5選、やってみました。まあ、あっという間に駆け抜けたんですけど、まずどれか1個見つけていただいて、もう、本当どの曲でも C で、じゃかじゃかじゃかと終わる曲であれば、この曲かなりね、かっこいいんで。まあ、A マイナーとか F で終わる曲も、最後別物の、ものとして、エンディングでこのフレーズを入れちゃうっていうのも全然かっこいいと思いますよ。ちょっとじゃあおさらいで、もう一回最初のやつからやっていきましょうか。いきます。でん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 、3、3、2、3、んー。じゃあ、これが1個目のやつですね。はい。次はですね、これもかっこいい。せーの。でん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 、ここでゆっくりになって、最後いいよ。はい、次、3番目のやつは、急にゆっくりになるやつですね。いきます、せーの。ここで。
次がちょっとあの愉快なやついきます。いきます。せーの。何気にこれもちょっと難しいと思うけどね、キレをよく、このキレが結構難しいと思います。これも案外舐めているとですね、あの痛い目に遭うぐらいの、あのレベルは高いと思いますので、ぜひやってみてください。そして最後がですね、今回ね、あのかなり渋めのもうね、かっちょいいやついきます。せーの。ゆっくり、じゃーん。いや、いいね。さらにパワーアップさせたスライド入りバージョンが、なんとも言えない。終わり良ければ全て良しということでございまして、皆さんこれ今日からこのエンディング、何かこう自分がね、あの お得意のね、いつも自分がこれっていうのを決めとくのもいいかもしれないしね、ちょっといろいろやってみてよ。したらあのなんていうの、自分がね今日一曲演奏した後にこのエンディングを入れるだけですね、めちゃあのいいですから、やってみたら分かる。終わり良ければ全て良しっていうのはいい言葉です。はい、5つの終わり方今日ご紹介してみました。皆さんご活用ください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リットミュージック社さんから、ずらずらずらとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって、入れてもらうとうわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。